新型コロナウイルスの県内の感染の拡大が止まりません昨日県内で確認された感染者の数はまたも過去最多を更新しましたで改めて見てみますといわきで26人会津若松で23人それから郡山12人などとなっていまして合計で95人ということになっています、はい、県内の一日当たりの感染者は先月 に入ってですね先月から増加傾向となっていましたが今月に入ってさらに増えているんですねで、今月は昨日までの11日間だけで652人もの感染が確認されまして特に藍津若松市では人口10万人あたりで感染者が125.25人となっています次に先月25日からの感染者をカレンダーに示したものです 前の曜日を上回ったところはこのように赤にしているんですけれども5月に入ってからそして連休明けはさらに感染者が多くなっていることが分かります、はい、では次にこちら、ですね県内の医療体制などの状況というのはちょっと見ていきたいと思うんですがまず人口10万人当たりの新規陽性者の数、これ24.49人ということでこの 今ステージ3なんですがステージ4に限りなく近くなっているのが分かりますよねで。それから人口10万人当たりの療養者の数と全体の病床使用率、これ、いずれもステージ4ということなんですで特にこの全体の病床使用率なんですが87.6%ということで9割に迫っています、はい、こうした危機的状況を受けまして内堀知事は飲食店の時短要請などについて 今週末にも県内全域に拡大する考えを示しました昨日感染が確認されたのはいわき市で26人、会津若松市で23人、郡山市で12人など県内12の市町村で合わせて95人です一日あたりの感染者数としては過去最多となり累計の感染者数は4000人を超えました またいわき市の高齢者施設ではきのうまでに職員1人と利用者4人の感染が確認され県は新たな感染者の集団クラスターに認定しましたさらにクラスターが発生した福島市の接待を伴う飲食店といわき市の事業所でも新たな感染者が確認されました。このののほか、昨日は下郷町の下郷郷町保育所の職員と 日本松市の私立学校の児童2人の感染も確認され県内各地で感染が拡大していますまた、昨日の感染者のうち半数を占める48人が家庭内感染で県は家庭内でも感染対策を徹底するよう呼びかけています県内の入院者は411人となり病床使用率はこれまでで最も高い 87.6%に上り、危機的な状況が続いています。こうした中、内堀知事は臨時の会見を開き、現在の感染状況に強い危機感を示しました。過去最高であります。このように今福島県内の感染状況はデータから見ても最悪の状況にあり、非常事態にあると考えております。 県内全域を対象としてより強い措置を講じる必要があると判断をしており内堀知事はこのように話し藍津若松市で実施している飲食店の時短要請などについて今週末にも県内全域に拡大する考えを示しました明後日にも対策本部会議を開き今月15日から適用できるよう調整を進めています 一方、10万人当たりの新規感染者数が57.27人と大阪府の値に迫る喜多方市きょう緊急の会見を開き独自の対策として市内の飲食店に対し今月15日から来月1日まで午後8時以降の営業を自粛するよう要請すると発表しました。対象となるのは、市内でで、午後8時以降に営業を行う飲食店で およそ200店舗が対象となる見込みです要請に応じた飲食店には1日あたり一律2万円の協力金を支給する方針です